え、なんでわかった、なんでわかんの。カメラ持ったと思って。さ、今までマスク外してましたよ。カメラ持った。あの、ちょっといいですか。10分15分、はい、とりあえずいつものお願いします。ご苦労様です。 UC チャンネルおかえり。ありがとうございます。皆様、まあもう冒頭に映した画面でもう皆さん気づいてると思いますが、はい、2万人達成してしまいました。ありがとうございます。ありがとうございます。やった、ちょっと業務がバタバタしてて、はい、正直2万人になった瞬間見れなかったんですけど、はい、多分今日の午前中ですね、だから2022年9月8日、やっぱり8日だったね。あ、8日だったねっておかしいけど、あの一昨日ぐらいの動画で言ってたね。はい、うん、8日だね。で、決定です。予想当たった人、おめでとうございます。おめでとうございます。すごいよ、当てた人。本当にすごいよ。先見性の目があるってことだよ、ね。また住所、うん、郵便番号と、はい、教えていただければ。そうですね、プレゼントを送ります。どっからもらう、できればインフォの方がいいよね。そうですね、うん、あの概要欄に貼ってるinfo@leafitcars.jp の方に、はい、郵便番号から、はい、住所とお名前、そして、アカウント名、必ずアカウント名もください、はい、でいただければ何だったっけ、はい、BIC タオル、タオルとステッカー、はい、プレゼントします。はい、で個人情報は必ず当社が責任を持って、プライバシー保護条例に基づき管理させていただきますので、はい、外部に漏れる心配はありませんので、はい、ご安心ください。はい、当ててないのに当てたって手で送ってきちゃダメよ。厳重に注意しますので、そういう方がいたら。はい、で、2万人いったってことなんですけど、はい、まあちょっとライブやろうかとかいろいろなんか案は出てたんだけど、ごめんなさい、ちょっとライブは厳しい、うん、厳しい。金曜日の午前中だからね、まあやってもそんなに集まんねえだろうっていうのと、木曜ですよって。あ、木曜か、木曜日。うん、もうがっつり平日の午前中やからね、はい、まあ仕方がない。BIC チャンネル始めて、1年と2ヶ月かな、はい、去年の7月から始めて1年と2ヶ月か、9月だから、はい、1年と2ヶ月で2万人いったと、はい、うん、あとさ部長、今ね、はい、なんとなく俺この BIC チャンネルの、なんだ、登録者数の画面見てたんだけど、これすごない？この下のグラフ徐々にって感じ。ここが今なんだけど、はい、この2万人、はい、現在で、これが1年2ヶ月前のスタート、はい、ゼロ、ほぼゼロ。これってさ、はい、直線上に右肩上がりなんよ。そうですね、これってね、どういうことかっていうと健康的なんですよね。健康的、うん、だから何かで変、なんか変な動画で、変なって言ったらあれやけど、どう表現していいかわからんけど、バズったってあるやんか、ユイーンってなる、ね、そう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 、ああいうのってやっぱりね、経営でもそうだけど良くないよね。一発バーンっていうのはやっぱりね、地道な努力。じわじわ来てるやつね。そう、地から這い上がるっていうの。もうやっぱこれが一番なんですよ。何でもこれが一番。もう揺るぎないものになっていく、はい、もう経営でも何でもそう、スポーツでも、うん、じわ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 こうやってね、努力してる人だけが揺るぎないものになっていくんですよ。自分で言うのもなんですが。はい、あの座ってください。あの座ってください。グラフ見えないんだもん、ここから。はい、まあ、2万人ってことなんで、ちょっと総括的な、はい、まだ着があるんで10分ほど、はい、どうですか、2年間 YouTube 続けて見て2万人いって振り返ってどうですか。振り返ってみて、はい。本当になんか YouTube 見ていただいたお客さん、むっちゃ増えたね。出会いがたくさんあって、激動の1年2ヶ月でした、ね。あ、業務をしながら撮影して、 YouTube を始めて、 YouTube を見たんですけど、こんなんできますかから始まって、できますよ、はい、で入稿預かりってスタートしたのとって、まだ YouTube 始めて
半年ぐらいじゃなかった？そうですね、それぐらいですね。はい。いやね、だからぶっちゃけそのお客さんが来だしてからはまだ1年も経ってないよね、うん、その中でも2、3ヶ月ぐらい。あ、そんなすぐ来てたっけ。あ、そうだそうだ、ディフェンダーとかが、ディフェンダーの動画出したところへんでちょいちょい来てたか、はい、そうだそうだ。まあまあまあ、初めてすぐ来たので忘れてた。多分、ハイエースの方が最初だったのかな。そうだったっけ。あかん、俺やば、忘れてるわ。私も伝えます。まあでも結構早い段階から来てたってことか。うん、そうだそうだ、そうかそうか。ほんで YouTube で見たお客さんの仕事も載せていこうって言い出したのが半年ぐらいやったんかな。はい。だから動画的にも YouTube 見てご来店いただきましてありがとうございます的な動画が多くなってったんだよね。で、どんどん忙しくなってミイラ取りがミイラになるように動画が撮れなくなってきてると。本末転倒やん。カレンダーが1ヶ月2ヶ月先まで埋まってることそんななかった。いやなかったね。1週2週ぐらいはあったけど、そうです、ね、うん、結構うち板金塗装の会社の中でも数はこなす方なんで、それでも間違ってるっていうのはね、まあ素晴らしいことですね。はい、ありがとうございます、はい、あとはあれだよね、 YouTube 効果でいうところの、はい、例えば画面にあの映ってた車が福祉施設の車で、はい、あ、ここの施設も車もやってるんだってことで、はい、別の施設のお客さんから問い合わせもらったりとかもあったよね。 あります、うん、だからそういう見切れてるところに車が映ってることによって、はい、安心してお客さんが来てくれた、はい、まあ見てたっていうのが取っかかりで、はい、とかいろんなあったよね。社長はどうですか、これ。振り返ってみて。いや、まあしんどかった。そうですよね、しんどかった。練習すごいやってます。最近でこそちょっと楽になってきた、慣れてきた。編集とかもパッと撮ってパッと出すようにできてるようにはなってきたけど、やっぱ業務が忙しくなるとどうしてもちょっとストレスになったりとか、あとなんやろな、パソコンがよく止まってたから最初の方はそれで結構ストレスやったな。データがいっぱいになっちゃってよく分かってなかったから。パソコンでやってます。そう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 、なんかそのキャッシュファイルって言って動画を編集するにあたってゴミ箱がすぐいっぱいになるよね。それの理屈がよく分かってなかったね最初。僕その理系、文系なんていうの、体育会系なんつうの、そのパソコン系じゃないんですよね実は。まあなんかこんだけ動画出してて言うのもないけど、どっちかというと手が動かすのが好きなタイプなんで、あんまりパソコンカチャカチャの好きじゃないんですよね。まあだからそういうのもあって、だから今年1年はパソコンが上手になりました。おー、できる。でこの誕生日に部長が買ってくれたこの何パソコンの下に置く扇風機、これのおかげでだいぶあのサクサク動くようになったし、未だにやってるけどこれ氷枕やってたからね、こうやって。そうですね、ずっと氷。未だにこの SSD だけをこうやってアイスロンで冷やしてつないで、で扇風機でここの USB のつなぎ目が熱くなるってことが分かったんで、ここを冷やすと早くなるとかやってますけどね。あんまりなんかこう動画に関しては何だろう、何個も 2,3 個作ってで予約取るみたいな形よりはパッと取ってパッと上げるタイプなんで、そこら辺かな。あと作業がね、取り逃しがあったりとかあったらまたストレスとかうわーみたいな。でも仕方がないよね、慣れてきたかなそれには。最近そんな動画がメインじゃないからね、どうしても。まあ、そういう面ではちょっとずつその形にはなってきたかな、1年やって、はい、だいぶ容量よく取れるようにもなってきたし、メリハリもつけれるようにはなりましたかね。でそういう風に努力していく上でこの2万人に着々とこう1日50人とか増えてきて、はい、コメントお客さんじゃないあの視聴者さんからのコメントもらう励みになるし、はい、
もうやめようかなっていう時もあったけど、いややっぱ頑張ろうって思えたのも皆さんのおかげです。はい、はい、ありがたい。差し入れとかもすごいたくさん。ああ、そう、差し入れね。なんかやっぱみんな仲良くなりますよね、うん、手紙とかね。手紙とか、うん、現場同士とかでもなんか、うん、差し入れについてお話とかして喜んでるから、うん、なんかみんな和気あいあい、うん、そやね。まあ心残りとしては一つだけあるとしたら、言うとしたら徳ちゃんかな。お祝いのコメント欲しかったな。本当ですね。見てくれてないかな。ね。ね。はい。しんみり。しんみり。まあいずれにしても、はい、まあ YouTube やったことによって、スタッフも増え、士気も上がり、仕事のなんだろう内容も良くなってきて、お客さんが増え、売り上げが上がり、うん、それはとってもいいことやとは思いますね。ね、うん、もうなかなかすぐ仕事なんかね帰ってこないからね、うん、やって SNS ポーンって上げてもすぐ来ないから ね、うん、っていうとこかな。はい、まあこれからも頑張って続けていこうかなとは思います。はい、はい、励まされてますね、コメントとか、ね、SNS とかでいいねつけてくれて、はい。で、ちょっとこれ宣伝じゃないんですけど、2万人行ったってことなんで、はい、お祝い記念、はい、企画僕思いついたんですよ。おこれね、ずいぶん前から1個抱えてた案件なんですけど、実は部長の後ろにある神の、あ、違う、これね、神からの提案なんですよ、実は。神が前ライブで500人600人だったね、集めてくれた時に、まあ若干気分が良くなったのか何なのか。次の日からすごく機嫌が良くて、実はね1個預かりもしてたよね、はい、ちょっと錆びちゃってるけど、それいや磨けば大丈夫、うん、神の愛用してる当て版、もうこれ非売品です、売ってないやつで、実際仕事にも使ってるやつ、はい、で同じのが重複してあるみたいなんで、これを視聴者さんにプレゼントしてあげたらいいんじゃないのって1個預かってたんですよね、実は、はい、結構前から。でこれを2万人企画、はい、2万人の、記念お祝いライブを近日やります、はい、でその上で、欲しい方を参加を募って、1名のみですが神のこの当て番をプレゼントしようかなと。ついにお嫁に行ったんですか。はい。どうして選出するんですか。あ、ちょっと待って、もうちょっと見せて、ちゃんと横から斜めから動かん方がいい、サムネに使おうかな。はい、ありがとうございます、はい、これですね。結構重みもあって、いや、がっつり仕事で使えるよ、うん、がっつり板金の面出ますよ。神の叩いた使用感もあり、うんうん、まあサインが必要なんだったらサイン希望も OK ですし、ここに。ただまあ飾りとしてはちょっと使えないかな、やっぱり錆びてくるんで、やっぱり実務で使ってほしいかな、はい、っていうのあるかな。まあまあ飾りで使いますよという人は全然いいですけどね。希望であればその参加条件というか抽選、なんだ、採択の基準というのはまたちょっと考えてご報告させていただきます、はい、というわけで今回は2万人、1年と2ヶ月で到達しました、はい、皆さんのおかげです、ありがとうございます、ありがとうございます、動画でした。はい、この動画が面白かったと思う方は高評価、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。イントネーションまで。はい、締めてください。いってらっしゃい。ありがとね。バイバイ。チャンネル登録もよろしくね。